人工知能 AI 技術が大きな進歩を遂げた新時代、人類は新たな生命とも言うべき存在を生み出した。人工知能搭載人型ロボ、その名もヒューマギア。今その技術の全てが一人の男に託された。俺が社長。人工知能のリーディングカンパニー、ヒデンインテリジェンス代表取締役社長ヒデン・アルト。そして彼こそが仮面ライダーゼロワンである。ゼロワン。ゼロワンが使うゼロワンドライバーとプログライズキーは、最新の人工知能技術が生み出した、まさに人類の技術と英知の最高峰。オーソライズ。変身。プログライズ。ライゼンハッパー。 I jump to the sky turns to a rider kick。AI を信じて戦うゼロワン、その可能性は無限だ。AI 分析によって新たに生み出されるさまざまなプログライズキーで、バトルに応じた最適な能力を次々と手に入れる。人工知能技術をめぐるバトルに参戦するのはゼロワンだけではない。対人工知能特務機関エイムズは、特殊なドライバーショットライザーを使い、人工知能犯罪を取り締まるため仮面ライダーへと変身。さらにヒューマギアをハッキングするテロリスト、滅亡人雷ネットがマギアを生み出し暴走させる。令和の一号ライダーゼロワン、企業のナンバーワン社長ライダーゼロワン。ゼロワンから令和元年が始まる。お前を止められるのはただ一人、俺だ。仮面ライダーゼロワン、9月1日日曜午前9時、令和ライダーの歴史はここから始まる。